ウェザーマンは1970年代に活動したアメリカ合衆国の極左テの組織である。組織名はボブ・ディランの曲サブタレニアン・ホームシックブルースの若者文化のスローガンとなった一節 You don't need a ウェザーマン2のウィッチウェザーウィンドブローズから付けられた。メンバーは裕福な家庭出身の数十人の学生で現在では社会復帰している。 アメリカ最大だった反体制組織 SDS を飛び出した極左学生グループによって結成され、1969年にテロ活動を開始。1970年に堂々とテロを行うと公表し、国会議事堂、刑務所、マスコミ、大企業などといった体制側に爆弾を仕掛け数多くの爆破事件を引き起こした。1975年のベトナム戦争終結時に、 組織が崩壊。メンバーは他の組織に移るか自ら逮捕された。1969年にミシガン大学において SDS 内部の組織レボリューショナリーユースムーブメントを脱退した毛沢東主義者によって結成された。当時アメリカではベトナム戦争に対する反対運動や公民権運動が激化しており、諸外国でも中華人民共和国では 文化大革命が、フランスでは5月革命、アンゴラやギニアビサウなどアフリカのポルトガル領、植民地ではゲリラ戦争が発生し、世界革命の開始が近いと判断したウェザーマンは、ニューヨークやワシントン DC などの大都市で都市ゲリラによる革命戦争の開始を決意した。1970年代前期から中期にかけて、アメリカ各地で政府機関や警察、 軍に対し爆弾テルを行ったが、連邦捜査局の大敵情報計画による徹底的な取締りが功を奏し、1977年に解散した。現在、多くの元党員が社会復帰し、大学教授、法律家、ソーシャルワーカーなどとして活動しており、多くが回想録を出版している。1969年10月8日、287名の 党員がボビーシールやアビー・ホフマンらアメリカ政府によって逮捕された7人の革命家の釈放を要求してシカゴでデモ行進し4日間にわたって警官隊と市街戦を行ったこの4日間はフンドの日々と呼ばれているなおこの前日にはシカゴ市内にある警官の像が爆破されており暴動のキックオフになったと考えられている12月6日 シカゴ市内に駐車してあった数台のパトカーを当員が爆破した。これは12月4日にブラックパンサー当員のフレッド・ハンプトンとマーク・クラークが就寝中に警官に射殺されたことへの報復であった。1970年2月13日、カリフォルニア州バークリーの警察署で駐車されていた車両を爆破した。2月16日には、 サンフランシスコ市内の公園にある交番で爆弾が爆発し、警官一人が死んだ。また、3月6日には、デトロイト市警第13文書で、党員が仕掛けた37本のダイナマイトが発見された。5月10日、ワシントン DC にある州兵協会の建物が爆破された。これは、オハイオ州ケント州立大学で、 ベトナム運戦デモをしていた学生に周兵が発砲し、4人が死んだことへの報復であった。7月27日、カリフォルニア州のプレシディオ陸軍基地が爆破されたが、これはキューバ革命11周年の記念行事だとされている。10月8日、マリン軍のサンラファイル地方裁判所を爆破した。これは8月7日、ブラックパンサー党員。 ジョージ・ジャクソンの死刑判決に抗議して、同裁判所に立てこもったジョナサン・ジャクソンらの殺害に対する報復であった。1971年3月1日、アメリカのラオスに対する侵略に抗議して、アメリカ合衆国議会議事堂で爆弾を爆発させた。同年8月29日には、ジョージ・ジャクソンの処刑に抗議して、カリフォルニア州の刑務局を爆破し、 9月17日には、ニューヨーク州オールバニの州共生局をアッティカ刑務所で起きた暴動に対する武力鎮圧に抗議する目的で爆破した。1972年5月19日、北曝の再開に抗議して、ペンタゴンの空軍担当区域の女性用バスルームで爆弾を爆発させた。この日は、ホーチミンの誕生日だった。1973年5月18日、 警官による当時10歳の黒人少年、クリフォード・グルーバーの殺害に抗議して、ニューヨーク市警察第103文書庁舎を爆破した。同年9月28日、同月発生したチリクーデターに対する関与に抗議して、ニューヨークとローマの国際電話電信会社本社を、翌1974年9月11日には、同じ目的でアナコンダ社を爆破した。 1975年6月11日、ニューヨークで、プエルトリコ系のポンセ銀行を爆破した。ウェザーマンは、プエルトリコでストライキ中だったセメント労働者への連帯の意思表示だとしている。ありがとうございます。